はい、健康保険の高額療養費の自己負担限度額といわれるものが平成27年1月診療分から、改定になりますね。従来、現状の平成26年12月診療分までの、所得区分3区分からですね、27年1月以降は5つの区分に分かれて、それぞれの所得区分ごとに、自己負担限度額が定められると、こういう形に変わります。で、標準報酬月額で見て、高い方から2つ目のね、所得区分の方々、具体的には標準報酬月額で見て53万円から79万円の方々ですね。この方々の、自己負担限度額は次のようになります。16万7400円、プラス、括弧総医療費マイナス55万8000円、括弧閉じる ×1% と、こういう形になります。